ケンブリッジ・アスカ・アントニオは日本の男子陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルで10秒03、200メートルで20秒62の自己ベストを持つ。2016年リオデジャネイロオリンピック400メートルリレー銀メダリスト。高等区立深川第三中学校、東京高等学校、日本大学分離学部卒業。 日本大学大学院総合社会、情報研究科人間科学専攻博士前期、家庭在学、内気陸上競技部所属。ジャマイカのモンテゴベイで、ジャマイカ人の父と日本人の母の間に生まれる。2歳の時、日本に移住し、大阪に暮らす。小学校では6年間サッカーに勤しむ。ポジションは中盤の右だった。所属チームは関西に、 本拠地を置くアバンティー、関西 FC、当時のチームメイトたちからは和製アンディと呼ばれていた。大阪市立淀川中学に進学して陸上部の顧問の先生に勧められたことをきっかけに陸上を始め、はじめ中学3年の時に東京の高等区立深川第三中学校に転校し、関東中学校陸上競技大会と全日本。 中学校選手権に初出場を果たしている。高校は東京高校に進学。高校2年時に100メートルで10秒台に突入した。高校3年時の2011年には8月のインターハイ400メートルリレーで高校日本一、10月の日本ジュニア選手権200メートルでジュニア日本一に輝いている。 10月下旬に行われた日本選手権リレーの400メートル、リレーでは40秒02の高校記録を受立。2012年4月、日本大学分離学部体育学科に進学。5月の関東インカで100メートルは1年生で、唯一決勝に残り7位、200メートルでは2位、400メートルリレーで3位に入り、3種目で入賞を果たす。 6月の日本選手権200メートルは初出場するも予選敗退。7月の世界ジュニア選手権は200メートルで準決勝敗退するも400メートルリレーでは日本ジュニアチームの3層を務め予選を39秒01のジュニアアジア記録で通過決勝は39秒02で銅メダルを獲得した。9月の日本インカレでは100メートルこそ準決勝で 敗退したが、200メートルでは1年生で唯一、決勝に残り5位、400メートルリレーでは2層を務めて4位入賞を果たした。2013年10月の東アジア大会200メートルで優勝し、自身初の国際タイトルを獲得した。400メートルリレーでは、日本チームの3層を務め、大会記録と日本学生記録を樹立して優勝した。 2014年3月のテキサスリレー100メートルで10秒27の自己ベストをマーク。5月の関東インカレ100メートル決勝でも10秒21の自己ベストをマークするが、大会中に左太もも裏を痛めてしまう。6月の日本選手権は100メートルと200メートルにエントリーしていたが、200メートルは予選で足を痛めて敗退し、100メートルは危険した。 2015年4月の小田記念国際 GP100 メートルで、桐生義秀らを破って初優勝を果たし、この結果を受けて5月のワールドリレーズ日本代表入りを打診されたが、足の不安で辞退した。5月の関東インカレでは、100メートル決勝のレース、中盤で、左ハムストリングスに違和感が出ながらも初優勝を果たし、 日本大学の選手としては1992年大会の井上悟以来23年ぶりの100メートルチャンピオンに輝いた2016年4月ドームに入社4月29日に行われた小田記念国際100メートル決勝で10秒355月7日に行われた東京選手権100メートル予選で10秒35と強い向かい風の中で 高タイムをマーク。5月21日に行われた東日本実業団、陸上競技選手権、男子100メートル予選で、自己ベストとなる10秒10を記録し、2016年、リオデジャネイロオリンピック参加標準記録を突破した。リオデジャネイロオリンピック男子100メートルでは、現地時間8月13日の予選で10秒13をマーク、4組2着となり、準決勝に進出。 14日の準決勝では10秒17で3組7着となり決勝進出を逃した。男子400メートルリレーでは日本チームのアンカーを務め18日の予選で37秒68のアジア新記録をマーク全体2位で決勝へ進出した。19日の決勝では予選のアジア記録を更新する37秒60で2位となり銀メダルを獲得した。 12月14日をもって、ドームを退社、プロ転向を表明。マネジメント会社、ユニバーサルスポーツマーケティングと契約して新たな、所属先を探していた。2017年4月8日に同月からの新たな、所属先を内記としたことを表明。2019年4月、日本大学大学院総合社会、情報研究科人間科学専攻博士前期課程に、進学。 記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。太字は、自己ベスト飛行欄の記録は、当時のモノ 4X100 メートル R は、日本選手権リレーの成績記録。ありがとうございます。